うん、なんでお前はそんなに丁寧なんだ俺に対して。だから、うん、私はあなた様にもうずっとお仕えしていた従者だからでございます。従者？従者でございます。従者という言葉が思い出せ。ああ、もうバカ。従者という。せーの。即興エクステンド！こちらは石川海人の即興演技の幅をエクステンドしていくコーナーなんですが、今夜に限りですね、二人で挑戦していきたいと思います。得意なやつだよ。いや苦手だよ。石川さん得意ですもんね。もう超得意よ。だって失敗したことないもんこのラジオで。おー、なるほど。本当だよ。じゃあもう石川さんに乗っかっていく形で今日は一つ、うん、お願いします。お気づきかと思うんですけれども、俺が得意って言った瞬間 BGM が一瞬止まったんです。そうね、うん、BGM も意思を持ってるね。そうなんです、これはスタッフさんの意思です。相違でございますけど、ね、じゃあやってみますか。はい、やってみましょう。ちょっと見てみないとね。ということでお題をね、いただきますよ。ダン！ラジオネーム、ラジオネームか、スバルさんからいただきましてありがとうございます。はい。何もかも思い出せない魔王。何何何、どういうことどういうこと。何もかも思い出せない、でも魔王なんですよ。いやもう矛盾してってるよね。矛盾ですよ。じゃあ俺側近やるから魔王やって。うわー、オッケー。さあ行きますよ。せーの、ドン。はあ、魔王様のお目覚めじゃ。はあ、はあ、魔王様。はあ、魔王様。魔王様、お気づきですか。誰じゃ。わしは側近の相馬です。あなたはこの世界をあと一歩のところで征服できるというところまで来たのに。うわ、待ってくれ待ってくれ待ってくれ。この世界と征服っていう言葉について教えてくれ。だから、まず世界というのは我々が存在しているこの空間であって、この空間、うん、広い広がりを見せる空間のことでして、もうなんかすげえ広い場所。うん、なんでお前はそんなに丁寧なんだ俺に対して。なぜなら、うん、私はあなた様にもうずっとお仕えしていた従者だからでございます。従者？従者でございます。従者という言葉が思い出せ。ああ、もうバカ。従者というのはですね、偉い人の下についていろいろ細々とした作業をする人のことですね。ああ、お手伝いをする人。で、お前は誰なんじゃ。わしはあなたの、だからさっきも言ったように、私はあなたの従者の相馬でございます。俺の細々してくれることをやってくれる従者の相馬。そう。あなたは数千年の眠りから覚めて、今再びこの世界を手中に収めようということになっているんです。手中。手中は好きだ。それはシチュー。クリームが好きだ。それはルー。魔王殿、これ終わりはあるんですか。魔王は分からん。あ、もうほら何もかも思い出せないから。魔王はオチすらも思い出せない。勇者だったんじゃないかな。魔王は勇者だった。それはそういう作品もあろうけど、わしは勇者だったんじゃないかと思う。いや、わしは勇者じゃないよ。この力を見よ。おお、闇の力じゃ。じゃあ勇者じゃねえじゃねえか。闇の力を使う勇者じゃ。闇の力を使う勇者がいる、うん、じゃあ魔王殿はとりあえずそれでラノベを書いて、とりあえずいっぱいお金を稼いで、まずアニメを作るとこから始めよう。そうしよう。うん、そうま、なんかわからんけど従者がいっぱいおるんじゃったら、もうそいつらにも全部指示してアニメを作れ。わかった。アニメを作ってわしがアフレコするわ。わかりました。わしがアフレコしたらその声優としてやれていけるから。ちょっとじゃあ最後にその勇者の声で一言言って締めていただいてもいいですか。うん、声優王に俺はなる。はい、こういうやつなの。大成功。これで、うん。そしてね、謝らなきゃいけないことがたくさんできたから、とりあえずこの場をお借りしていろいろなところにごめんなさい。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。